すっごく綺麗です。皆さんこんにちは。私はテグ在住の日本人、サヤ TV のサヤです。私は今東テグ駅に来ております。今回テグの公式インスタグラムでアフターコロナテグでしたいことを募集したのですが、コロナでテグ旅行ができなかった方のために、私が今日は代わりに皆さんの希望を叶えたいと思います。多くの回答の中から私が選んだのは、1つ目アプサンケーブルカーに乗る、2つ目公園でおしゃれピクニック、3つ目 E ワールドパルサンタワーで遊ぶです。今日はこちらの方を楽しみたいと思います。まずはアプサンケーブルカーに来ました。テグにはケーブルカーが2つあるんですが、今回はアプサンの方に乗ってみようと思います。10月はちょうど紅葉シーズンなので、紅葉がとっても綺麗なんです。少しずつ色づいてきてとても綺麗です。ぜひ皆さんも来てみてください。すっごく綺麗です。わあ、こんなに綺麗な紅葉を見たのは初めてです。実際に見るともっと綺麗なんですけど、わあ、上に行けば行くほどもっと綺麗に紅葉が見えますね。皆さん見えますか？展望台から見える景色です。ここではテグ市を一望できます。ここの展望台はドラマの撮影地としても有名で、夜景もとっても綺麗なので、ぜひ皆さんケーブルカーに乗って上まで登ってみてください。じゃーん、今日の2つ目はカフェ風ピクニックになります。見てください、すっごく可愛いですよね。インスタグラムでカフェ巡りや、あとは公園でピクニックという回答をたくさんいただいたんですけれども、最近韓国ではこのようなカフェ風ピクニックが流行ってます。外でコーヒーも飲みながら、このようにおしゃれな写真もたくさん撮れちゃいます。すっごく可愛いです。3つ目のスポットは E ワールドになります。ここはテグ唯一の遊園地になります。それでは早速行ってみましょう。ここに来たらアトラクションに乗る前に写真を撮るのが定番なんです。おすすめのフォトゾーンがたくさんあるみたいなので、そちらに行ってみます。季節によってフォトゾーンが変わるんですが、今はピンクミューリーもあります。とっても綺麗ですよね。といえばやはりジェットコースターですよね。今から乗ろうと思うんですが、すっごくドキドキしてます。早速乗ってみようと思います。行ってきます。あー、めちゃめちゃ怖かったです。本当にもう早く終わってほしいと思います。あー、怖いのが好きな方なんですけども、本当にこれは怖かったです。はい。最後のスポットは E ワールドと合わせていきたいパルサンタワーに来ました。こちらはランドマークでもあり、夕焼けがとっても綺麗に見えるんです。
今ちょうど私の後ろに見えるのが夕焼けになります。とても綺麗です。今日はテグが恋しいという方々のために私が代わりに今のテグをお届けしました。皆さん少しでもテグを感じられたでしょうか。日韓が自由に行ったり来たりできるようになったら皆さんもぜひテグに遊びに来てください。それではバイバーイ。